い、それでは、次行きたいと思います。今回ハワイ留学経験者の中島かりんさんというお客様にお越しいただいているので、お話をお伺いしたいと思います。アロハかりんさん、はじめましてなんですよね。はい、アロハ、はじめまして。ゆりさん、サロンの皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中島かりんと申します。北海道出身でいらっしゃるんですよね。はい、ハワイとのご縁から聞かせていただければと思います。はい、私は、もともと4歳の時に、当時シングルマザーだった母との親子2人旅が最初のハワイのきっかけです。それから年に2回ほどハワイに行くようになりまして、そこからハマってしまいました。ハワイの人はアロハ精神にとっても溢れていて優しいなと当時思いました。はい、あとはですね、カリフォルニアに私は 1ヶ月ほど学生時代に語学留学をしていたんですけども、社会人になって失礼しました、語学留学したんですけども、それから日本に帰国してからですね、対して自分が英語を話せないことに気づきまして、社会人になってもう一度ハワイに語学留学に進みました。はい、語学学校どちらに行かれてたんでしたっけ？はい、EF ホノルル校に通っておりまして、約2ヶ月半ほど通いました。その時にハワイに、住みたいと思いまして、日本帰国後に約2年後ですね、 J1 ビザを取得して、ハワイに1年ほどビーチウォークにあるとんかつ銀座梅林というところで働いておりました。はい、村井さんも大好きなお店だとお伺いしていますけれどもG1 ビザを取得っていうのは結構厳しいのでね、よく思われて頑張られたんだなと思います。はい、学校はどんな感じだったんですかね？はい、学校はスタッフの方も先生の方も含めてとってもフレンドリーな方が多く印象でした。アクティビティもとっても充実していて、ウクレレレッスンなどハワイの文化も学べますし、放課後は、留学先で知り合ったお友達とサーフィンをしたり、ハワイでの留学生活を楽しむことができました。その時に得た、経験が今の私にも生かされているので、留学ので経験はとてもいい経験ができたと思っております。はい、レストランは村井さんが大好きなバイリン、ビーチウォークの銀座バイリンというレストランということで、村井さん、はい、どんなか村井さんに聞きましょうか。私もコロナ前の時はですね、週に1回は、ランチで行っておりまして、ランチスペシャルでもね、はい、すごいお得なでボリュームがね、あって、はい、キャベツとご飯もおかわり自由で、大体2、3回おかわりさせていただいて、お腹いっぱいでね、午後のことができないぐらい、でね、非常に愛用してます。もちろん現地のですね、いろんな業界の、ローカルで働いている日本の方が結構来られていて、今でもそうですけど、本当に、並ばないと、食べないという、レストランでありますし、私、実は銀座のバイリンさんも行ったことあるんですけども、ほとんど味も変わりなく、非常に美味しい。大好きな場所でございます。お会いはしてないかなと思うんですけどもね、ずいぶん。はい。皆さんもまたハワイに来られて、今もやってますんでね、おすすめできるレストランでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。時間も押してしまっていまして、では、ちょっと今やってることをお聞きしましょうか。現在、どんなことされてるんですか？はい、現在は、北海道の飲食店に勤務しながら、大好きなハワイにちなんだオリジナルアパレルブランドロコカジュアルハワイをオンラインで手掛けております。主なアイテムといたしましては、オリジナルの T シャツやパーカーですとか、ハワイでも着られるようなアロハシャツを取り扱っております。はい、頑張っていらっしゃるんですよね。皆さんぜひ見てみてください。かりんさんのショップですね、どうぞ覗いてみてください。皆様、サロンに2度目の登場の中島かりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウェブ拝見しましたよ。ありがとうございます。アロハシャツとか小物とかパーカーとか、とってもおしゃれなもの
売られていて、着るだけでハワイローカルのおしゃれ女子になれそうな感じですね。はい、そうなんです。北海道出身の私にとって、ハワイ留学の時に見たローカル女子のカジュアルなファッションがとても可愛くて、そんなローカル女子の、ファッションとハワイの風や、雰囲気を日本の方にも楽しんでほしくて今のブランドを立ち上げました。はい、私たち北海道出身なんですよね、ハワイの女子、はい、本当にとにかくカジュアルで最初びっくりします。ストッキング不要でびっくりしますよね。そうですね、そうなんです。留学がきっかけで温暖な気候の自由なファッションがとても可愛くて、それを日本の女性の皆さんにもシェアしたいと思って、留学の時がきっかけでブランドを立ち上げたきっかけにもなりました。そうですか。ブランドとしてのメッセージみたいなものがあるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。旅行でも留学でも私と同様になかなか今コロナ禍でハワイに行けない方もたくさん多いと思うんですけども、そんな女性の日々を私の服や小物で皆さんに楽しんで元気づけられたり応援できたらいいなと思っております。私たちも留学や旅行したい人たちを応援したいと思ってやっています。とても似てるんですよね。そうですね、はい、なので私もサロンを応援しています。実は今月の5日からハワイに来ておりまして、しばらく滞在の予定をしております。はい、このサロンでもカリンさんのブランドを応援します。ぜひボーイフレンドと素敵な時間過ごしてください。そして滞在中またハワイの状況をまた聞かせてください。はい、はい、楽しかったです。ありがとうございます。またシェアします。はい、ありがとうございました。